はい、ちくわでーす。今回もですね、クリフトキティーズオールザゼンプレイしていきたいと思います。で、昨日からですね、1日プレイをしまして、今ね、猫ちゃんはこんな感じでめっちゃ増えました。でね、1ページ目のこの猫ちゃんね、レベル99でマックスになりましたね。で、今ね、2ページ目を一生懸命レベルアップしているところで、でね、昨日ご紹介したのはね、この3ページ目までだったんですけれども、なんとね、4ページ目が出てきました。で、このね、4ページ目の卵を購入するには、2.4 ビリオンって書いてまして、なので、1ビリオン確か10億だったかな。なので、20億必要と、こういうことみたいですね。で今ね、私のね、この上の方に書いてあります、ゼンも、今ね、454ミリオンなので、ミリオンが100万なので、4億かな ?4 億5000、今500万という感じみたいです。だんだんね、桁がバグってきましたけども、相当ね、増えてきました。でね、昨日ご紹介できなかったこの卵ですけども、これついにね、孵化できますので、こちらをね、一回孵化してみたいと思います。これね、じゃあペットザエッグ、こちらをねタップしますと、はい、全モードというものになりまして、この卵をこんな感じで一生懸命押すんですよ。でこちらをね、ガン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 押すと、ただね、何が起きているのかは分かりませんが、まあ、とりあえずね、これを一生懸命押すらしいです。はい。で、これで一気に17ミリオンをゲットしました。はい。で、またね、今度5時間40分後ぐらいに、またね、こちらのモードがプレイできるという感じみたいで、まあ、なんかね、ボーナスモードみたいな感じでしたね。で、これでまたね、卵をね、こう撫でながら、これでボーナスを稼いでいくと。まあ、この繰り返しですね。それとね、昨日ご紹介してなかったんですけれども、このね、キャッツというものの他に、このね、タグがありまして、このね、右の方にアップグレードというタブがあります。で、このね、タブも、なんか、何なのかよく分かってないんですけども、全ジェネレーションマルチ、プラーそういう。英語が壊滅的にわかんないんですけども、なんかね、これボーナス的なものが多分もらえるようで、このね、62.5000ゼン、こちらでね、購入をすることによって、多分なんかこれボーナスがこれもらえてるんですよ、これ。で、これもね、で、こっちはね、925ミリオンなので、ちょっとこちらをね、まだ購入できないんですけども、まあね、こういうボーナスを購入するという方法もあるっぽいですね。で、これでね、効率的に、このね、全を稼いでいくという感じですね。で、私はね、この1ページ目の猫ちゃんをマックスにしたんで、あとはね、こっちの方の猫ちゃんもどんどんね、レベルを上げていくと。結構ね、レベルを上げていくと、ガンガンね、効率よく全を稼いでくれますので、まずはね、こちらのレベルを上げていくことは基本となりそうですね。でちなみに、このね、アップグレードをしたものは、これね、一番右上のこの卵、白い卵のところをタップしてもらいますと、こんな感じでね、購入したものが確認できます。アップグレードと書いてまして、まあ、ここでね、こういうものを一覧で購入してますよ、と、こういうものが確認できますね。なのでね、これを持っていると、おそらくね、効率よく全を稼いでくれているはずと、こういう感じです。で、またね、トロフィーというものもありまして、この猫ちゃんをね、レベルアップしていくと、こういうね、トロフィーとかがもらえまして、これでね、358分の今38って書いてますんで、まだね、全然レベルが上がってないんで、トロフィーがね、獲得できてませんけども、まあ、こういうトロフィーを集めておくと、ゲームのね、進捗によって、エアドロップを狙えるチャンスがあるという感じだと思います。はい、まあね、こんな感じで、猫ちゃんをね、どんどん強化してって、全をね、稼いでいくゲーム、クリプトキティーズ、オールザ全、プレイしてきましたけれども、
まあね、ほぼ放置ゲームではありますけども、意外に、ハマってやってしまうゲームになっていますので、ぜひね、一度お気軽にプレイしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。